はい、今日の報告をします。今日は、3冊ジュンク堂で買いました。ブックオフで買おう、ちょっとインクの方が最近よくてインクにしようかと思ったらちょっと体調崩して、なんか道具が2000本ぐらいやったらちょっとまた足が痛くなってきましたね。それでもう印刷する元気もないということで、ちょっと本を買ってみようということで、まあ本買うとちょっとミスかなと思うんです。ちょっともったいないなと思うんですけど、ちょっと印刷する元気もないということで、買いました。医学の歩みと、医学進歩最新維持進歩ですか。日経メディカル、日経メディカル最近できたんですかね、よくわかりませんけど、あの四角い産業になってますから、細かく切れば量が増えるという、日経サイエンスも量が増えるけどスピードが遅くなるという、どっちにしようかと思って悩むんですけどね。まあ3000円、ちょっと貯めてたお金が3000円あったんで2000いくらで、あと今日の健康570円で、結構いいんですけどね、ちょっと内容が僕の動画と同じで内容がちょっと薄いかもしれない、薄いと言ってして内容があれですね、まあでもいいかもしれない。